上穴を開けていきます。ちょうど30センチに開いているんで、クジンサイを植えるんですが、まあなるべく穴を小さくしておきたいので、ちょうど印をつける程度の穴で、あとは定植するときに指でこの穴を広げて必要に応じて大きく開けて植えていきます。はい、どうでしょうか。だいたい等間隔。これは前回定植した空心菜です、まあ、これだけ大きくなりました。これも同じ30センチ間隔で、これで